まあ、今 YouTube 撮ってると思う。I love KL みたいな。どうも、コンサルチャンネル横山直です。今回ですね、アメリカの老舗アパレルブランドのですね、ブルックスブラザーズが破産したと。いや、このコロナの影響でユニクロとかザラとか H&M ですね、ファストファッションどうなってるか、合わせてですね、マレーシアより解説していきたいなと思っております。でこの動画ですね、最後まで見ていただきますと、なぜブルックスブラザーズ破産したのか、いやコロナの影響でですね、ファストファッションどうなっていくのか、あとはユニクロ、ザラ、H&M のですね、まあこういった売り上げとかっていうのはここ3ヶ月どうなってるか、世界の需要がどう変化してるのかっていうのをですね、わかりやすく話をしていきますんで、ぜひ最後まで聞いてください。今回ですね、アメリカのアパレルブランド、ブルックスブラザーズが7月8日、連邦破産法11条ということで、これチャプター11と呼ばれるものなんですが、日本のですね、民事再生法に相当する、まあ、これを適用してですね、申請をして経営破綻したということがニュースになりました。まあ、この経営破綻というほどで、ブルックスブラザーズが破綻したって話になってるんですが、チャプター11含めですね、その経営破綻っていうのは、もう再生が前提ということになるので、ブランド自体はなくなることはなくてですね、オーナーとかスポンサーとか、まあ、それとは変わっていくというところがあるんですけど、ただですね、まあ、経営は破綻したと。そのですね、ブルックスブラザーズなんですが、まあ、創業200年を超える老舗でですね、ビジネスツーツであったりとか、ネクタイのブランドとしても世界的には超有名な服ですね。で、これ実際にもう着てる方っていうのもたくさんいるし、特に年配の方というか、上の方とかですね、あとはまあ金融街ですね、こういった方にはすごく人気だと。1890年代ですね、初めてボタンダウンのカラーシャツを販売して、アメリカですね、金融街のウォールストリートとかでですね、そのビジネスマンの人気を集めたというところなんですが、シャツとかっていうのもすごく品質が良くて、しかも値段もそんなに高くないというところがあってですね、まあ、すごく人気になったわけですね。で、新型コロナウイルスの影響による店舗の営業休止っていうのが響いてですね、破綻したということなんですが、そのブルックスブラザーズほどのその老舗のブランドもですね、経営破綻するということで、まあ、特にアパレルに対してですね、コロナっていうのはかなり影響があるんじゃないかというところなんですね。ただですね、そのコロナ前からこのブルックスブラザーズ、まあ、厳しい状態だったと。まあ、特にですね、その IT 企業とかでですね、カジュアル化っていうのが、どんどんやってですね、まあ、シャツ着ないとかですね、ネクタイしないとか、スーツ着ないみたいな状態になっていたわけですね。で、これはアメリカでも当然そうなっていたわけで、世界中そういうふうなところがあって、なかなかですね、スーツであったりとかネクタイとかっていうのが売れづらくなっていたというところがあると。服装のですね、カジュアル化っていうことがですね、新型コロナ以前から流れとしてあったわけで、その中ですね、ブルックスブラザーズのようなそのブランドっていうのはなかなかですね、そのスーツが売れないということが実際に起きていたと。僕自身もネクタイするのですね、もう結婚式ぐらいかなと思うぐらいですね、まあ、仕事中はネクタイしないということがほとんどですし、まあ、今 YouTube 撮ってると本当に毎日この服着てるみたいな、 I love KL 着てるみたいな状態なわけなので、僕はちょっと特殊かもしれませんが、シャツ着ないスーツ着ないという人がすごく増えてるんじゃないかなと思います。でさらに、まあ、今回ですね、コロナが30年ほどですね、時計の針を進めたというところがあるかなと思いますが、家でテレワークでスーツ着なくてもいいよねというような状況になっているというところもあってですね、まあ、今回破綻にもなったと。ものづくりの力であったりとか、ブランド力もあるというところなので、ね、新しいオーナー、スポンサーを見つけてですね、再建されるということは、名前も残りますし、まあ、ブランドも残ると思いますが、まあ、一旦破綻するということになったと。で、アメリカではですね、大手衣料品とかですね、百貨店の経営破綻というのが相次いでいて、新型コロナの影響が出てきたですね、もう3月以降、なんですが、衣料品の J. クルーであったりとか、百貨店のニーマンマーカスであったりとか、J.C. ペニーとかですね、相次いで破綻していると。ですから、まあそういったところでアパレルであったりとかですね、百貨店っていうのはやっぱりかなり厳しい状態ですし、日本よりもですね、アメリカの方がコロナの影響がひどいというところもありますし、日本は一旦落ち着いたみたいなところがあります。じゃあですね、じゃあファストファッションと呼ばれる業界どうなってるかということですね、まあ、これ話をしていければと思うんですが、例えばユニクロ、まあ、日本を代表する企業ですが、ユニクロを展開するですね、ファストリテイリングなんですが、1月9日でですね、最新決算を発表しました。3から5月までの3ヶ月間の売上高が前年同期比で 39% 減少していたということで、まあ、40% 近くですね、この3ヶ月は前年に比べて減少していたと。さらにですね、この期間の最終損益98億円の赤字と、前期はですね446億円の黒字だったわけなんですが、100億円近い98億円の赤字に転落したということで、前期が446億円の黒字だったわけで、今回98億円の赤字ということで、かなり違うわけですね。経営してると分かりますけど、その黒字なのか赤字なのかっていうのは大きく違いますし、450億近い黒字から100億円近い赤字になるっていうのはですね、かなりやっぱ大きな差があるわけですね。でこの3から5ヶ月までの3ヶ月間っていうのはすごくやっぱりコロナの影響を受けたと。さらにですね、ザラを展開する世界最大手のスペインのインディテックスなんですが、これ同じ時期に比べてですね、売上がマイナス 44% と、まあ、ユニクロも 39% 減少って話だったんですが、ザラはですね、マイナス 44% と。あとは H&M を展開するですね、世界第2のスウェーデンの H&M って書くんですが、ヘネス&マウリッツも売上マイナス 50% ということで、40% が 50% 近くですね、ファストファッションの3社落ちてると。
ですからそのファストファッションの世界も三大企業がですね揃って40から 50% の売上の減少と、しかも最終赤字ということになってですね、そのファッション業界の本当に厳しい状態というのは世界全体に広がっているのが分かります。で実際ですね、僕マレーシアで働いているんですけど、うちの会社がマレーシアで入っているオフィスもですね、H&M とザラとユニクロ全部入ってるんですね。どこの世界行っても今ユニクロあるしザラあるし H&M あるみたいな状態で、どこのショッピングモールに行ってもですねやっぱりあるわけですね。ファストファッションの世界の三大企業も売り上げ下げてると。で実際もうマレーシアもですねやっぱりモールが閉まってたりとか店が閉まってるっていう時期が当然ありましたんで、日本もそうですし、世界中まだそうですね。ユニクロ展開してますファーストリテイリングは7月の9日コロナの影響によって業績のですね見通しがさらに悪化すると、業績予想を下方修正したと。業績をですね下方修正するのは今回3回目と、四半期ごとですね3ヶ月ごとに下方修正しているということになると。営業利益の予想なんですが、前期で1300億円利益出たっていうところのタイミングに比べて今回は 49% 減ると、それも黒字という予想はしているわけなんですが、半分ぐらい利益は減るんじゃないかと予想しているということなんですね。でそのファーストリテイリングのですね3度にわたる業績予想の下方修正っていうのは何であったかっていうと、予想以上にですねコロナの影響があったということなんですね。もともと僕らもそうかもしれませんし、これ見てる方もそうだと思いますけど、コロナそんなに影響あるわけないんじゃないって言って2月とか3月過ごしてたわけですね。で3月後半ぐらいからあれやばいんじゃないかみたいな話になっても、4月とかはかなりやばいみたいな。で日本は一回収束して今また増えてきてるんで、ちょっとまたやばいんじゃないかって話になってるかなと思いますけど、世界中で言ったらですね、まだまだ第2波とかっていうより第1波がまだまだ収まってない状態なので、下方修正下方修正を繰り返してきたと。2020年のですね8月期の中間決算をですね発表した4月の時点では、ユニクロですね悲観的なシナリオでも最大で 30% のマイナスだということを予測してたわけなんですが、実際蓋を開けてみたらですね4月はマイナス 56%、 売上が半分以下になったということが起きたわけですし、5月にはマイナス 18% というところを記録したと。ただですねその反動もあって6月の売上っていうのは前年比でプラス 26% と、6月の速報値にはなるんですけど前年比で 26% プラスということで、これは反動もあるし、日本が今暑くてですね夏物を買ってるとかっていうところもあるみたいですけど、プラス 26% 去年に比べてですね増えてるということがあるので、日本はですね世界に比べたらまだまだ全然落ちてきてるところがあって、でそういったところで売上伸びているというところはあるので、また7月8月どうなっていくかっていうのはありますけど、そういったところの数字になってきているというところなんですね。でコロナの影響でですね多くの店舗が臨時休業ということに追い込まれる中で、 e コマースと呼ばれるものなんですが、 EC 事業オンライン販売、これでファストファッションというのが売上を作っていると。そのですね EC の中でザラを展開するインディテックスなんですが、4月の EC の売上がですね前年比 95% 増、言ったら2倍近くにですね伸びたと。2月から4月の3ヶ月間で見てもですね前年同じ期間に比べて 50% 増ということで 1.5 倍になっているということなんですね。でインディテックスの2019年のその e コマース経由の販売っていうのは全体の 14% ですから、そのネットで売ってるって言っても全体 14% しかないというような状態なんですが、これをですね e コマース率を上げていくというところを目標を立てて、2022年の末にはですね 25% 以上にしていくと、 2,3 年かけてですが 25% 以上ということで4分の1の売上を e コマースで上げていくと。今年からですね2020年から2022年2年の3年間ですね、これはデジタル投資をして、10億ユーロということで1200億円を使っていこうと、売上を 25% まで持っていくということなんですね。で実際そのインターネットを使って販売するので、売上が全体の 14% とか売上が全体の 25% になったというところで、本当に固定費かかんないですね。店舗の費用とかスタッフの人件費、当然配送とかっていうのがかかるわけですけど、そういった意味では利益率すごい高いわけなので、その 14% とか 25% っていう売上額に対しては低いかもしれませんけど、利益率すごいインターネットで売るとですね高くなるので、その辺をですね改善していくと。じゃあユニクロやってますファーストリテイリングはどうかということなんですが、国内のですねユニクロの事業についてはですね、3から5月までの3ヶ月間の e コマースの売上っていうのは前年同期比で 47.7% の増収ということで、50% 増えたと。今 1.5 倍にですねそのインターネットの数字を増やしているということで、ほとんど数字一緒ですね。ザラも同じぐらい、ユニクロも同じぐらい伸ばしているわけです。でその中でデジタル広告、インターネットの広告であったりとか、あとはテレビ CM でオンラインストア使ってくださいねということで、それを強化したことで 1.5 倍にすることができたと。ファーストリテイリングのですね柳井会長兼社長、71歳になるんですね。世界で拡大するその新型コロナについてはですね、4月の決算のタイミングでですね戦後最大の人類の危機という
ということを話をしたということなんですね。ですからもうそれぐらいですね、ユニクロ柳井さんにとってもですね、かなり危険な状態っていうのは認識しながらそれに対して対応していると。で、実際僕自身もですね、ほとんど週の半分以上テレワークによってですね、もう在宅で過ごすようになってですね、服が見栄えとかよりもどういう着心地がいいかとかですね、楽なのかみたいな感じになるわけですね。で、今ズボンもですね、軽いジャージみたいなやつを履いてたりとかするわけなんですけど、映るところってもう上半身だけなわけですね。ですからそういったところで言うと、新たに服買うっていう、あまりそういう気にならないですね。その中でもタンスにですね、眠ってるようなそういった服を着るような機会も増えてるし、楽に着ける、言ったら部屋着みたいなものを皆さんですね、今着るようになっているということですね。本当に実際に会うわけでもない場合だとですね、Zoom でとかですね、YouTube だとトータルコーディネートっていうのも分かんないし、素材がいいかどうかとかでもやっぱり見えないわけなので、それとですね、ここだけですよね。っていうところがあるので、とりあえず上半身だけ良くしておこうと。そうなったらスーツもですね、スーツのズボンが売れなくなるんじゃないかとか、革靴とかも実際売れなくなってるんですね。そういったところですね、やっぱりスーツであったりとかアパレルとかっていうのもですね、特にフォーマルな服っていうのは売れづらくなっていますし、アパレル自体も売れなくなってきてると、皆さんもですね、その服に対しての需要というか、なんかおしゃれしようっていうのはそんなにね、枚数必要なくなってきてるんじゃないかなと思うんですね。こういった危機の中で、じゃあそういったファッション業界とか、アパレルの業界ですね、どうしていくか。やっぱりそのリアル店舗のビジネスっていうのはもう難しいわけですね。EC の売り上げ伸びたと言ってもですね、利益率高いのでいいわけなんですが、ただですね、リアル店舗持ってて固定費かかっていくとですね、それが赤字になっていくと。やっぱり店舗の売り上げをどうしていくか、あと店舗縮小するとかですね、家賃を下げるとか人件費下げるとか、いろいろやっていかないと利益が残んないという形になってきますんで、ビジネスモデルの変換が必要と。 EC、e コマースの戦略と、新たなそれとですね、店舗作りであったりとかビジネスモデルの変換っていうのがこのタイミングでとにかく重要になっていくっていうのは間違いないと。特にそういったファストファッションですね、ザラ、ユニクロ、H&M みたいなところもですね、皆さん変化をしていかないといけないということで、今回破綻したですね、ブルックスブラザーズみたいにですね、やっぱりフォーマルなものっていうのはなかなか売れなくなっていくということで、コロナによってですね、本当に30年以上時計の針が早く進んだんじゃないかというところもあって、皆さんテレワークをしたりとかですね、働き方が変わっていると。本当にいろんな業界がですね、コロナによって大きな影響を受けているというところが今回も数字を見て分かったかなと思います。ですから、その中で時代に合わせてですね、ビジネスをやっていかないといけないと。とにかくやっぱりインターネットとかですね、非対面接触ちょっと合わないビジネス、そして利益率を考えたりとか固定費下げるとか、そういったことを考えながらビジネスをやっていかないといけないなと思いますので、またそういった情報をお送りさせていただければと思いますので、ぜひ次の動画を見ていただければなと思っております。ではですね、今回の動画いかがだったでしょうか。一言ですね、コメントいただけるとすごく嬉しいです。例えばザラ好きですとかですね、ユニクロよく着てますとかですね、 H&M 好きですとか、ブルックスブラザーズもともと着てたよとか、大好きだよみたいな話とか、何でも結構なのでコメントいただければなと思います。あとはいいね、高評価いただけるとすごく嬉しいです。すでにですね、2万人以上の人がチャンネル登録してくれています。コンサルチャンネルということでですね、毎日ですね、マレーシアからお得な情報をお伝えさせていただいています。ぜひですね、見逃さないようにチャンネル登録しておいていただければなと思います。で、チャンネル登録していただいたらですね、隣のベルマーク、こちらのベルマークを押していただくと、新着の通知が届くようになりますんで、チャンネル登録と隣のベルマーク押すことをしておいていただければなと思います。で、僕自身はですね、マレーシアのクアラルンプールでですね、インターネットのマーケティングの会社をやらせていただいてまして、これからの時代に必要なビジネスをオンライン化するためのですね、特別な動画講座っていうのを無料でプレゼントさせていただいてます。で、詳しくはですね、下の概要欄チェックしてみていただいて、ファッション業界が EC とかインターネットを使うということになっていくわけなんですが、僕自身はインターネットを使って今まで100億円以上売り上げ上げるということをやってきましたんで、そのですね、特別動画ですね、プレゼントさせていただいてますんで、詳しくは概要欄見ていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。